アメリカの情報力どこまで共有すべきかという話。いやーこれはねすごい記事が出てました、はい、これ、うん、一部の専門家の間では話題になっております、うん、ワシントンポストがですね、はい、これよ印刷したら49ページぐらいになる、はい、とんでもなく分厚いやつ、僕もわざわざ印刷したんですけど、はい、ワシントンポスト8月16日に、はい、なんと著者がですね5人ほどですかね、うん、はい、5人の記者による 1,2,3,4,5、 はい、5人の記者による、まあすごい、30人程度にインタビューして構成したその戦争に至るまでの経緯を、うん、まあ特にインテリジェンス系の方ですね、はい、こう追ってまとめた、うん、すごい取材調査記事でございます、はい、これは出てきました、はい、はい、ロードトゥーウォーということで、はい、戦争に至る道と、はい、で内容は基本的にアメリカが実はすごい情報を持ってて、うん、10月ぐらいからもうこれは完全にこれはロシア侵攻するなって分かってたのに、うん、それをいろんなところに話しても誰も真剣に取り合ってくれなかったという悲しさをこの中に込められているというレポートです、まあ、いろいろ分かってる人がいても、はい、その何かな、その情報を正確に伝えても、うん、信じてくれなかったら意味ないですよね、はい、という話ですよね。そういうことです、はい、信じてくれないですし、うん、じゃあアメリカ、じゃあそれだったら、うん、教えてよ、証拠くれよって言うと、うん、ほら証拠を全部教えちゃうとその情報源の安全みたいなものもあるわけじゃないですか、はいはいはい、だからそういうところもあってちょっと、はい、渡せなかったというところもあってですね、はい、非常にアメリカがこうアメリカの、まあ、情報と、まあ、情報、あと国防系がすごいこう、はい、やきもきしながら、うん、でも実はなるべく第三次世界大戦も起こしたくないよっていうところのジレンマをすごく感じてたっていう話をしてます、はい、5つのポイントを以下に挙げて、はい、まとめておりますし、まとめてる人たちもいますので、うん、ちょっとこれだけ、はい、見ていただければと思います。まあ、一つ目、はい、これね、まあ、単純に一言で言うと、うん、ロシアの内部から相当アメリカ情報取れてます今回は。はい、もうロシアのヒューミットもいるし、ヒューミットも、はい、はい、あと、まあ、シギントもやってた、うん、はいはいはい、防衛もやってた、やってましたけど、これは相当ロシアの、うん、政権のかなり上の方から、うん、政治指導部まで情報を取れてるらしいです、うん、はいはいはい、結構な、うん、角度でですね、うん、ということで本格的な侵攻準備してることを突き詰めてたっていう、うん、まあこれがやっぱり一番でかいですね、うん、で知ってるわけじゃないですかアメリカ、はい、あもうこれ絶対あるなって言って分かってて、はい、10月のある朝のブリーフィングから物語始まるんですけど、うん、その時にミレイさんがもう、うん、これあるから我々それを伝えていこうって言うんですけど、でもバイデンさんも分かったということで、まあ、伝えるんだけど表向きに全部これ絶対あるよっていうふうに言えないから、うん、それをどういうふうに同盟国と共有してなおかつウクライナと共有してってことをやるかっていうことですごいこう悩んでた話を証言で集めて、もうまるで元 KGB の友達がいるんだみたいなぐらいだからちょっと陰謀論の方になっちゃった、ね、かりました、困っちゃう、はい、これ逆に陰謀論を否定する内容なんですよね、思いっきりこれを誰が言ったか爪を剥がしても言えないなっていうことでアメリカまあ、情報源言わなかったまあ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 もちろん、まあ、まあそれもそれもそうですね。で2つ目、うん、ロシアにこれほら武装、まあ、もうロシアがやるって分かってるから、うん、アメリカ側がいろいろ武器とか、はい、まあ、準備してるわけですよ、うん、そうすると逆にロシアがあお前らこういうことやってるんだから俺たち攻撃するってほら口実になるじゃないですか、うん、その口実を与えないように、うん、やっぱアメリカ側も相当こう控えめにこう、うん、なんて言うんですかね、武器も過激な武器を与えないように、はい、とりあえず初めはディフェンシブなやつ、じゃあジャベリンぐらいにしとこう、うん、みたいな形で動いてたっていうところが2つ目のポイントです、ね、はい、3つ目、うん、これバイデン大統領これ実際情報機関のトップっていう、うん、これは具体的にはアブリル・ヘインズっていう女性の CIA の長官の、CIA の長官じゃないの、情報機関のトップの方なんですけど、うん、その方を結構ガンガン派遣してですね、うん、で、プーチンにお前ロシアの戦争計画あんだろうっていうことを、はい、結構ね、うん、本人にも伝えたりとかしてたなるほどなんですけど、ロシアはいやもう全然プーチンとかいやもうそんなんないですよ全然ノーノーノーみたいなことを言って、戦車をね国境に持ってってるだけだよいやずいぶんそれやばいじゃないですかで話なんです、いや一応これは、まあはい、ね攻撃を抑止するためだとか、はい、まあ、いろんな口実を言ってる。4番目、うん、これはねゼレンスキーです、うん、ゼレンスキーはいやいやアメリカさんそんだけ侵攻あるって言うんだったら、うん、具体的な情報くださいよって言うんだけど、はい、いやそれは与えられないよねってアメリカ側としても、うん、そこでちょっと一悶着あったって話、うん、で5番目最後はですね、いやもしかしてあ
俺のことをつまり信じてないんじゃないの、うん、っていうふうに思ってたらしいです。アメリカが、アメリカが、ゼレンスキーがそれは証拠見せてくれないんだから。そう、まあ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 、そうですね、うん、あとまあね、あの当時のウクライナの大統領、うん、ゼレンスキー、まあ、あれだけ戦ってるわけだし、あれだけど、その前の大統領とかまでは、うんうん、やっぱりこうロシアとつながりのある人っていうのがあったんで、うん、ゼレンスキーもなんだかんだ言って、うん、あの逃げんじゃねみたいな、どうなんだというのはあったんですよね。ありました。プーチンと仲いいんじゃないかとか、でこの中見ると、まあ、どうなのかという、はい、この中を見ると、うん、どうやらそのゼレンスキー側も、うん、あ、俺たち信頼されてないなっていうのが分かったらしいんですよ、うん、要するにゼレンスキー側も自分の、うん、ほら中にロシアのスパイいるじゃないですか、うん、はいはい、まあ、実際今回何回か、あの最近になって粛清してますよ、うん、何か、うん、そういうところもあったんで、あ、うん、やっぱりあの信頼されてないなっていうのは分かってたそうなんですよ、うん、ゼレンスキー、まあ、確かにね、はい、アメリカの高官たちが自分を逃がせて、うんうん、でウクライナをね、ロシアとアメリカで好き勝手やろうとしてんじゃないのと思える部分もあったんでしょうね。まあまあまあ、そうですね、うん、そういう意味でね、はい、というだから、ね、いろんな証拠を見せていろんな話をするのもなかなか難しかったとっていうことですよ、はい、うん、それでですね、うん、次のちょっとスライドを見ていただきたいんですけど、うん、はい、これ興味深かったのは、うん、結構その中のインテリジェンス関係の内幕みたいなものの話をしてて、うん、はい、うん、今回のロシア侵攻ありえるかっていうところ、うん、これは完全に絶対にあると思っていたのがアメリカ、うん、まあ、当然ですよ、これはもう10月の時点で分かってたと。そう、分かってた、うん、でイギリスもアメリカ、うん、ほらファイブアイズ入ってるんで、はい、うん、イギリスも相当これあるよねっていうのはやっぱり分かってた、うん、まあ、ファイブアイズの中でもイギリスだけはアメリカと同じ情報を共有してるという話ですね。そうですね、これは完全に侵攻すると思ってた、うん、あとねバルト三国、はい、まあ、エストニア、ラトビアで近いから、はい、あの辺がですね、うん、全部がもうこれは完全に侵攻するなっていうこと、はい、ほらエストニアに限ってもう してはほら、うん、1回サイバー攻撃やられたりとかしてますから、なるほど、ね、すごい警戒感が強かったの、うん、これ絶対あるなっていうふうに言ってるらしいんですけ ど、はい、なるほどね、それを全く反対の、いや絶対にありえないと、うん、脅しだけだって言い切ってたのが、はい、フランスとドイツ、うん、まあ、それにスペインとからしいんですよね、うん、はい、でこういうふうにこれは完全に反対してた、でやるかもしれないけど、うん、まあ限定的だよねっていうのがギリシャ融合とか中東、はい、中東南欧ですね、うん、はい、あ、中欧東欧、うん、南欧ですか、うん、この大体その辺が、まあ、やるかもしれないけどまあ限定的でしょうっていうふうに思ってたと。ちょっとね3つに分かれるっていうふうにこう書いてあって、日本政府はやるかもしれないが限定的とか、はい、どういう分析をしたんですかね当時ね。いや、それはあとでおそらくそういうところの反省も含めていろいろ教訓として出てくると思うんですけど、うん、まあ、一応日本はそんなにプレイヤーとして入ってないんで、まあ、まあ、蚊帳の外であったっていうのはあるかもしれない、はい、ただこれが台湾有事の時にどうなるかっていうところは教訓としていろいろ出てくると思うんですよ、うん、岸田さんも検討してたんですかねまた、はい、それでですね、どれぐらいロシアが減るか検討に入ります、はい、で、はい、今回ね僕ねこれ読んで、うん、ああまたどうせフランス、はい、ドイツやる気ねえなっていうふうに、ん、これ皆さんこれリストを見て思うわけじゃないですか、うん、はいはいはい、でもね僕はねこの報告書はやっぱ見て思ったのが、うん、これねフランスとドイツが疑うのはしょうがないなと思ったんですよ、うん、なるほど、その理由が5つ、うん、僕4つあると思ってます、はい、これです。いわゆる先ほど言いましたそのアメリカ、イギリス、バルト三国に対してちょっと冷ややかな目で見て、はい、お前ら危機煽ってるだけじゃねえの、うん、っていうのはフランスとドイツじゃないですか、特に EU の中心にいるのは、うん、はい、その理由はねやっぱあるんですよ、うん、彼らがそういうふうに疑心暗鬼になるだけの理由があって、うんうん、2003年のこのイラク侵攻における大量破壊兵器問題、うん、はい、これ和田さんも覚えてますか。まあまあこれ結局なかったと、なかったのに、うん、その直前にあるぞと言って戦争をやったからね、はい、なんか僕もこれ皆さんも覚えてるかもしれませんけど、うん、それなりの年に行った人は、はい、侵攻の直前に、うん、あそこの中部、うん、のサダム・フセインがなんかチューブを輸入してたとな、うん、鉄製かなんかの、はい、アルミ製か、はい、アルミ製のチューブがなんか輸入してて、でそいつをあれなんだそれが大量破壊兵器を開発してる理由だみたいなことを言って、はい、わーっと騒いだんですけど、うん、直前になって、まあ、これ侵攻されちゃうかもしれないってことで、うん、サダム・フセインわざとそのチューブのトラックとかを、うん、はい、なんかわざと荷物で運び出すみたいなパフォーマンスもやって、うん、はい、やめてくれって言ってたにもかかわらず侵攻しちゃったじゃないですか、はい、でも後で分かったのが結局大量破壊兵器なかったっていう話。そうですね、なんで、はい、これに関してすごく恨みを持ってるっていう部分が1個ありますね、はい、で2つ目、やっぱりそのドイツフランス側からするとイギリスとアメリカはいつも陰でこそこそやってんだと、うん、はい、
俺あそこファイブアイズなんで、あの俺たち仲間、本当の仲間で本当のリアルな証拠まで教えてくれないから、うん、お前ら勝手に なんだ陰でやってんだろう、イギリスとアメリカでまたなんか変な戦争起こしてるんじゃないかってことで、まあそうですね、評判、うん、そうですね、ドイツとフランスにしてみたら、うん、ニュージーランドあたり外して俺ら入れろよとっていうところぐらいは思ってるんでしょうね。まあまあまあ、そういうこと、ニュージーランド外して、まあまあそうですね。はい、で、これ3番目これです、はい、やっぱ決定的な証拠は、うん、ほら足ついちゃうっていうか、その情報源の秘匿の話もあるので、はい、そうですね、共有してしできませんよ、ね、これは爪を剥がしても言えない、まさにまさに それなんですよ、はい、なのでこれはウクライナ側にもそうだったそうです、はい、アメリカは。ああ、そうですね、だって、はい、渡しちゃうと、うん、その情報源ロシア側に通じちゃって、ロシア側がそれを粛清するかもしれない、うん、確かにね、あるんで、はい、というところで決定的な証拠アメリカ側もちょっと共有できなかった、うん、はい、で3番目、あのアフガニスタン うん、あの撤退ですよ、はい、その前の年じゃないですか、うん、去年の8月の話ですけど、はい、あれであの崩壊するっていう情報があったにもかかわらず、うん、それをやっぱ軽視して、まあ、とりあえず無理やり引いてしまった、はい、まあ、情報機関アメリカはやっぱダメだって、はい、うん、まあ、こういうことで、まあ、あのフランスドイツは、まあ、すごくアメリカの出す情報っていうものにすごく疑心暗鬼になってたってことなんですけど、はいはい、で僕はやっぱりこ の,、はい、あのやっぱり記事、まあ、すごい重厚な記事やっぱ読んで、はい、うん、あの思ったのがやっぱ3つほどありましてですね、はい、うん、1つ目がですね、はい、うん、アメリカの情報に関する信頼度が低かった、うん、これアメリカ当たってたんですよ結果的に、まあ、今回はね、はい、うん、相当当たってて、しかもその当たってたものをどんどん晒していくっていうスタイルでやってるじゃないですか、はい、やっぱよっぽど自信あったにもかかわらず、うん、ドイツとフランスとかにはその全然信頼できない、これはやっぱ狼少年問題があるんじゃないですか、確かに、うん、あの情報の世界でもありますけど、はい、もう常にやるやるって言ってて、はい、実際に本当怒っちゃったっていうところはあるんですよね、うん、はい、はい、狼少年問題があった。二つ目が、うん、いや実際に起こるのかどうかわからないゼレンスキー側にとったら、はい、やっぱりこういうふうに、なんて言うんですかね、いや、起こんないでしょってトップだったらやっぱ言ったかなっていう、うん、なるほどね。いや、日本も同じような状況になって、これ中国台湾に対して起こってくるよって言って言ったら、うん、多分岸田さんでも何でもそのリーダーの人は、いや、そんなことないと思いますよってアメリカに言うと思うんですよ。はいはいはい、じゃあアメリカにね、証拠見せろって言ったら、いや、それは見せられないと。だ、そうそうそう、そうなったら、だって岸田さん中国とつながってるでしょと。いや思われる。そうそうそう、それなんですよね。いや、岸田さんはそうじゃなかったとしても、うん、もうもちろん、もちろん閣僚に怪しいやついっぱいいるじゃんと。あ、中国とつながってそうなのは、まあ、その話後でちょっとしますけど、はい、かりました。いや、はい、本当そうなんですよ、うん、そういう意味では意外とそのゼレンスキーの、うん、立場も俺分かるなと思った、うん、で3つ目、うん、これは日本にもう直で話あの来ますけど、うん、これからまさにそのゼレンスキーがアメリカ側から疑われてたように、うんうんうん、このセキュリティクリアランスの問題、はい、どこまでアメリカ側が、うんうん、いや、あんたたちこれほら証拠あるんだけど、うん、見せたいんだけど、うん、本当にセキュリティクリアランスある人たち呼んでくれるみたいな、はいはいはい、ないでしょあんたたち だったらバレちゃうじゃない、うん、っていう話ですよね、はい、まあ、日本は特定秘密とかね、やっとちょっとずつ戦争できる準備をねしてるんですけど、戦争法案って言われてるのを煽っちゃったけど戦争できる準備って言ってない、いや、だってそれはセキュリティクリアランスの問題じゃないですか。いや、それがないとやっぱり、そう、そうですね、うん、言えないです。ただこれほら、うん、オウムの、あの、うん、オウムでさえあのハボホ適用できなかった、うん、なんか日本ってその人間に対して処罰に対して甘いところがあって、甘いですね、それだとこのセキュリティクリアランスっていうものがやっぱり、うん、できない、設定できないっていうすごい大問題が日本の中であって、ね、はい、いや、そうするとやっぱり正しい情報も、あのすごい正確な情報、逆に、いや、なんかね、噂で聞くんですけど、うん、あ、日本の省庁って結構やっぱ情報がザルなんで、うん、あの結構情報が漏れてるという噂は、うん、噂ですよ、はいはい、あくまで噂なんで分かんないですけど、うん、あのかなりスパイがいるので、うん、あのやばいという話はたまに小耳に挟みます。まあ、そうでしょうね。なので、うん、セキュリティクリアランスの部分はこれ、うん、本当に直面するんじゃないか、まあ、日本もこれから考えなきゃ、真剣に考えなきゃいけないんじゃないかなって、うん、そうするとですね、人権がとか言って騒ぐ人たちがいっぱいいるんですけど、いや、普通にこれ国家の話、安全保障を考えたらやっぱそこはしっかりやんなきゃいけないでしょっていう話ですね。はい、待ったなしだと思います、はい、この3つの